はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。黒崎駿です。さあ、本日なんですが、診断で実装されたレイドラプターズ、ご紹介してきたいと思います。いろんな組み方がレイドラプターズあるんですけども、今回はね、準構築寄せにしてきております。これなんでかっていう話をすると、ファジーリーニアスっていうモンスターが、これ、めっちゃくちゃ強くて、だからレイドラプターズいると特徴ができて、で、自分墓地を送られると、ファジーリーニアス回収できるっていう効果があるんですけど、これこのカードの効果ハズするターン縛りでレイドラプターズしか出せないっていう縛り入っちゃうんですよね。だからファジーリーニアスを使う構築だと貫通力とか展開力が増える代わりにレイドラプターズしか出せなくなっちゃうので、まあ、今回はかなり準構築に寄せてきてるっていう感じですね。で、新人カードをメインデッキに入ってるやつ説明していくと、まずブルームバルチャーですね。これめっちゃくちゃ強いです。盤に、何もいないか超持続モンスターだけの場合、このカードとレイドラプターズモンスター1体を手札が特殊ができるっていう、召喚権を使わずにいきなりレイドラプターズが2体並ぶっていうめちゃくちゃ強い効果で、まあ、あの1番か2番どっちかしかつかないんですけども、自分のフィールド上に、モンスターを存在しなければ墓地から回収できるって効果もあるんで、まあ、めちゃくちゃ強い。これはで、この効果発動するターンは闇属性しか出せないっていう縛りが入ります。闇属性縛りはね、あんま関係ないですね。あのレイドラプターズは闇属性ばかりなんで。で、ファジーとかこのブルームバルチャーの展開力を使って、まあ、ゴリゴリと展開していくというところで、で、メインデッキにもう、2枚3枚ぐらいか、新規が増えていまして、まずレイドラプターズルースと、レイドラプターズモンスターがエクストラデッキから特殊召喚されると、レイドラプターズマジックトラップカードを手前に加えるということで、例えばこのレイドラプターズカードとしても扱う新しいライズランクアップマジックカードとか、今回のこのグロリアスブライトとかこの辺のカードがサーチできますよというところですね。で、2番の効果もねかなり強くて、墓地除外状態のレイドラプターズ3体を、できる回して、1枚取ろうということで、まあ、1回使い終わった例えばワイズストリックスとか、ミミクルレニアスとか1枚でも戻して使い回せるんで全然回ると、これが非常に強いですね。で、ルースと発動して持ってくるこの、グロリアスブライト、これもねめっちゃ強くて、これレイドラプターズモンスターが存在する場合に、表側表示のモンスターを、効果無効にできますっていう効果があるんですけど、レイドラプターズエクシズモンスターがいる場合は表側のカードでいいんで魔法トラップから止めれるんですよ。あのね、レイドラプターズってね結構ね弱い魔法トラップ多くて、例えば拮抗勝負であるとか角穴であるとか、なんかその参戦の際とか、なんかそういうねマックリクダの魔法トラップとかも意外と弱かったりしたんですけど、今まではモンスター効果無効が結構多かった代わりにね。なんですけどこれで魔法トラップカードも簡単に止めれるようになったっていうのでめっちゃ強い。さらに墓地除外すると、レイドラプターズ回収できるっていう効果もあって、まあ、これでアドバンテージも回復できるっていうことですね。で、ライズランクアップマジックレイドラプターズフォース、これがキーカード今回の、自分相手のメインフェーズおよびバトルフェーズに発動できる効果で、フィールドのモンスター含む自分のフィールド墓地のレイドラプターズエクシズモンスター2体を対象として、その2体以上のモンスターのランクの合計と同じランクを持つレイドラプターズモンスターをエクシズ召喚扱いで出すと。これ、まあ、何がしたいかっていうと、とにかくね、これが出したいです。レイドラプターズライジングリベリオンファルコン。これが新しいモンスターで、超重力レベル 13×5 っていう、もう正規召喚無理だろみたいな条件してるんですけど、これがランクアップマジックで簡単出せるんですね。で、こいつが何するかっていうと、出た時、歴史召喚した場合、相手のフィールドカード全部パー。強っ。で、その後、このカードがレイドラプターズエクシズモンスター3種類添えとしている場合は、破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを与えるよという効果もあって、これめちゃくちゃ強いんだよね、これが。とにかくこいつが新エースですね。これを出していく。で、ちなみにこのカードは他のカードの効果を受けないし、一旦に一回なんか、レイドラプターズエクシズモンスターの効果コピーできるみたいな効果もあって、まあ、非常に優秀ですね。初動にも一応使いたりするし、なんかそのライザーランクアップマジックで、出していって相手の、盤面をぶっ破して高校ワンキルみたいなこともできるし、まあ先行制圧もできるということですね。速攻法なんでね、これね。で、これがキーカードですね。もう一枚のレイドラプターズブレイブストリックス、これが新規カードで、新しく実装したランク5なんですけど、これねランク5なんです。レイダーズナイトとかで簡単に出してこれて、で、こいつが何するかっていうと、素材を1個取り除いて、レイドラプターズマジックトラップカードをセットするか、または超持続モンスターを素材としている場合は、エクシーズ素材を1個取り除くと、ランクアップマジックをスタージできるんですよ。これがすごい強くて、レイドラプターズを展開するときに、ランク4をすると、レイダーズナイトが出て、ブレイブストリックス出るんですけど、ブレイブストリックスでスキップ4をスタージしてくると、いきなりアーセナルファルコンが出るんで、アーセナルが出るっていうことは、展開力がグッと上がるんですよね。ランク4成立イコール初動になるんですよ。レイドラプターズが、これが来たことによって。だから、例えば、一番初動になります。トリビュートエイニアスとか一番初動、今までね、一番初動って結構難しくて、レイドラプターズって。なんか展開力、ちょっと複合組み合わせがな、として展開してたんですけど、これとかが一番初動になってるし、あと、愚かな埋葬もだから実質一番初動だよね。ミミクリー落として、除外して、みたいなことできるんで。だから、強くなった、かなり強くなった。
まあ、環境と戦えるかと言われると、ちょっと G があの重かったりとかいろいろあるから、課題点が、あと、レイダーズナイトへの向こう痛いとかね、あるんだけど、まあ、かなりパワー上がってるから、ぜひ一回ね、黒崎が好きな方は使ってみてほしい。マジで。本当にかっこいいから、このデッキ。やっていこう。デュエル。スタンバイ。ブルーム来たじゃん。いいじゃん。これ新キャラ活躍するじゃない？レイザーラプターズ。ブルームバーチャーの効果発動。ブルームバーチャーは、手札のレイザーラプターズモンスターと自身を、特殊召喚するぜ。これによって召喚権を使わずになんとモンスターが2段並ぶ。強すぎ。レベル4の闇属性モンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れよ。レイダーズナイト。レイダーズナイトの効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、自身を、ランクを1つアップさせる。うおー、ランクアップ。エクシーズチェンジ。ランク5。レイザーラプターズ。ブレイブストリックス。ブレイブストリックスのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、ランクアップマジックカードを1枚を手札に加えることができる。そしてランクアップマジックスキップフォースを発動。ブレイブストリックスのレベルを2ランクアップさせる。ランクアップエクシーズチェンジ。あらよ、レイザーターズ。アースタルファルコン。アースタルファルコンの効果、オーバーレイユニットを1つ使い、敵から超重力モンスター1体を特殊召喚することができる。あらわれろ、レイザーターズ。トリビュートレイニアス。トリビュートレイニアスの、モンスター効果発動。特殊召喚に成功したターン、デッキからレイドラプターズカードを1枚を墓地を送ることができる。レイドラプターズミミクリーレイニアスは墓地を送られたターン、このカードをゲームから除外し、レイドラプターズカードを1枚を手札に加えることができる。レイドラプターズルースを手札に加え、そのまま発動。そして闇属性超重力モンスター2体でリック召喚。あらあれよ、レイドラプターズワイゼストリックス。ワイゼストリックスがリンク召喚に成功した場合の効果、さらに、レイドラプターズアースタルファルコンの効果、さらにルーストの効果を発動。ルーストによってレイドラプターズマジックトラップカードを1枚を手札に加え、もちろん新規カードグロリアスブライドを手札に加え、そしてアースタルファルコンによって現れよ、ラックアップエクシエンスチェンジ。レイドラプターズアルティメットファルコン。かっこよ。そしてワイゼストリックスの効果、デッキからレイドラプターズレベル4の超重力モンスター体を特殊召喚することができる。まあレイダーズウィングでいいか。レイダーズウィングを特殊召喚、さらにワイズストリックスの効果、レイザーサスエクシーズモンスターが効果を発動したため、デッキからランクアップマジックカード、ライズランクアップマジックレイドラプターズフォースをセット。さらにレイドラプターズストラングルレイニアスのモンスター効果を発動。闇属性モンスターを存在する場合、このカードを手札から特殊召喚、そして、エクシーズモンスターを素材にしているので、自分の墓地からレイドラプターズモンスターを特殊召喚。現れよ、レイドラプターズトリビュートレイニアス。さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレインネットワークを構築。エクシーズ召喚、メイクの猛禽がどうのこうの。レイドラプターズフォースストリックス効果発動。フォースストリックスのモンスター効果によってオーバーレインユニットを1つ使い、さらに、デッキからやべえ、ちょっと展開力余ってんだこれ。これ余りすぎじゃない？これちょっとまだまだ展開できるぞこれ。そんなに展開しても今回ちょっと巡航地区だからあんま意味ないんだけどな。レイドラプターズストラングルレイニアスの手札に加え、そして、レイダーズウィングの、モンスター効果、レイドラプターズフォースストリックスの素材を追いことの時、このカードを墓地から特殊召喚。そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、ラッキャン。レイドラプターズフォースストリックス、フォースストリックスのモンスター効果。違う、あまりにもちょっと展開しすぎてるやばい。そして、オーバーレイネットを1つ使って、なんか何持ってくればいいんでしょうか、これは。バニシングかなんかしますか。バニシングレイニアスを手に加えていく。そして、これちょっと待って、これさ、待って、これさ、俺ファジー使ってないから、これいけるよな。これファントムフォースまでセットできるぞ。言える。で、バニシングレイニアスの効果、バニシングレイニアスによって手札から、ストラングルレイニアスを特殊召喚。そして、レベル4のモンスターに対してオーバーレインネットワークを構築。エクシーズ召喚、ライダーズナイト。これは今特に何もしないです。そして闇属性モンスター2体以上をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、サーキットコンバインで何、リンク召喚、リンクさん。ファンドライズラスティーバルディッシュ効果発動。レイダーズウィングを墓地に送ってファントムマジックトラップカード、レイダーファーズファントムフォースをセット。そして、ルーストの効果を発動。ルーストは自分の除外ゾーン墓地からなんか闇属性モンスターを戻すことによってカードを1枚ドローすることができるという最強のカードなんですよ。これによってなんかワイズストリックス今回1枚しかやってないんですけど、
1枚戻すことによってまたもう1回使い直すことができる低魂胆だな。あ、ブルンバルちゃん今やれるな。やべえ、ちょっとあのセットカードそんなにセットする場所ないです。これちょっと1枚伏せらない強すぎまろた。でアルティメットアルコンの効果、お前のライフにセントエイジ。うむ、このぐらいで勘弁しといてやろうか。先行展開か、黒崎さん先行で動きすぎなんだよね。あー、結果来た、新デッキ来た。何、 UR があまりにも多すぎて、あの知恵道を吐いてみんながデッキを作ると言われている粛清デッキに、これね UR カードあまりにも多くてびっくりしてる。なんかメインデッキですか、メインデッキとエクサデッキなんか全部で数えたらなんか36枚から UR 必要みたいなやばいデッキになっていたって言われてますね。はい、まあいいでしょう。まあ、相手にとってくそがないいでしょう。サフラ効果いいでしょう。墓地送って、儀式カードを墓地送りながら、なんかローガーディアン系のステータスのやつをサーチするっていう効果ですね。まあ、そこら関係していいよ、いいよ。オッケー、いいよ。ちなみに、あの、仮流がしたら、この世界終わってるっていう説はあるんですけど、仮流がしたら世界終わってんじゃねえかって説はあるんですけどね、このゲーム。まあ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 、それはちょっと準構築なんで、まあ、お約束ということで、これ言わない約束ということで。まあでも、まあ、言うてる、そんなことしなくても勝てるっていうことを見せたいですね。これ、出てくるから、これ出てきた瞬間、対象取れなくなるんだよな。これ、一回ファントムフォース打つか。いや、ランクアップした方がいいな。ランクアップ、セットされていた。ランクアップポジック。ファントムフォースを発動。闇属性モンスターを墓地から2枚除外することによって、自分のフィールド上の、レイドラプターズ、フォースストリックス、一体を対象に取り、レイダーズユナイトでもいいか。レイダーズユナイトを対象に取り、ランクを2つアップさせる。ランクアップエクシーデチェンジ、現れよレイドラプターズ、どっちでもいい、レボリューションファルコンエアーレイド。まあ、サフィラの効果によってちなみになんかローガーディアン系のモンスター出てくるぜ。これはまあローがいねえから今効果無効になっていけねえ。あ、ローリリースね、いいだろう。ローリリースしてローガーディアン、うお召喚ムービーかっこいい。でローが出てきて、あーローが出てきて、ローガーディアンが出てきて、でローの効果とローガーディアンの効果がうっとしな、お前マジで強いぜこのデッキ。まあ、ローも、そしてファントムナイツ、あ、違う、レボリューションファルコンの効果、レボリューションファルコンによって粛清なる守護者ローガーディアンを爆破し、さらにファントムナイツラスティバルジの効果によって粛清なる結界を爆破、これによってお前のフィールド上はさらちになるぜ。またちなみにこれあのローガーディアンの効果は別に通しですね。もうサーチされてもそんなに言いたくないと思うんで、はい、まあ、ローの効果は無限保有します。でダメージやばエアレイド4100ダメージ、草ローガーディアの打点高くてありがてえ、ありがてえマジ。 あと2900ってさ、これバーンダメージで殺せるんじゃないですか、これワンチャンバーンダメージでぶち殺すぜ。ああ、そっち入ってんだ、なるほどな。サフィラの方のね、擬人化したものサフィラね、はい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 。でローの効果が発動するですよね、はい、いいでしょう。でなんかサーチがセットか、これあ、なんかそんな効果あんのこれ、粛清なる祈り、え、破壊された場合、方があったっけ。あー、うざいね。やべえ、全然読んでなかった。あ、そうか。なんか出てくるのか、これ、うざいな。まあ、祈りでローの効果は、じゃ無効にさせてもろて、祈りでローさん、マジ鬱陶しいんで、これ。なんか置かれて、粛清が、対象取れないみたいな効果あるし。うわ、出た、取りやすヒラルキが来た。なんかめちゃくちゃチェーンしてくる。うざい。まあ、それはいい。でもこれ言うて逆にトリアスヒアーチが出てきた、あいつ打点まあまあ高い、確か2000ぐらいあった、1900か、1900打点ある。で祈りが発動されてなんかローガーディアン系のやつ出てくる、何出てくるのこれ、サウラビス、なるほどね。でなんかセットできますよ的な効果発動する、これいけるわ、これ打点2ロフト1900、お前これ足したら2100以上あるぞ。祝福いいだろう。ライスランクアップマジック、レイドラプターズフォースを発動、フィールドと墓地のレイズラプターズモンスターを対象に取り、漆黒の闇を入れし、早草よ天井無休の翼翻し、今再び反逆せよ、ライズラックアップエクシーズチェンジ、超越せよラックジェスタン、レイズラプターズライジングリベリオンパルコン効果発動。このカードが特殊召喚にエクシー召喚に成功した場合、相手のフィールドのカードを全て破壊し、相手の破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを貴様のライフに与える、すべてを無に着せ、ドゥオーツー、なんて強いんだ、さすがです、リベリオファレコさん、マジかっけえこいつ。
いやー、後手きちいマジ、後手マジきちいわ。さすがにさすがに後手きついっすね先生。あれですね、右手展開が増えたとはいえって感じしますね。はい、ちょっと一回無限ホイール打たせてもらっていいですか。ちょっとマジでこれ止まってくんねえかな。これ止まれ、これ止まりやがれ。うわね、融合だと、融合次元。貴様は俺の故郷を焼け野原にし、俺の妹をさらった。貴様らだけは絶対に許さない。あ、ちなみに普通に負けるかもしれません。あ、ガーディアンキマヤの方、なるほど。ウララとかそのにしたら大丈夫、そんだけ通したかったってこと。まあまあまあ確かに、でもそこ無限ホイール打たれたら何もできなかったみたいな話か。あー、なるほどね。あ、まあ強いな、そうですね、それは。いやー、ちょっと融合次元さん、もうちょっと自重してもらってもよろしいでしょうか。一旦自重していただくことは可能でしょうか。あー、ミラーソードできちゃった。ミラソからの、キマイラフュージョンも合成していく。これはあれかな、なんだっけ、融合バファメットの方で、はいはい、幻獣魔王の方ね、了解。あ、ハンネスの方は入んないから、じゃあ多分なんとかなるか。ニューヨーク幻獣キマイラさんの効果とガゼルの効果、いや強えなこれ。おい、ふざけんなマジで。無限包容打った気がしたんですけどね、普通にかわされましたね。はい、速攻魔法が多いんだよねこのデッキ。ユベルも入ってるから多分これユベルキマイラってやつか。まあ確かにユベルであれか。ああ、そういうこと。あ、これであれか、ファントも出るってこと。強ない。ちょい、おい、うざ、まあ、あいつはまあハカーナ打てるか、一応言うて。ハカーナ打てる。で、キマラ、キマラフィッシュ回収。いやー、なるほどですね。まあでも言うて、コーンフィールドコア取る。まあ、妨害的には、キマイラの、ガーディアンキマイラの、こう破壊とファントムオブユベルだけかな。今のところ。あー、まあまあ、ミラーソードもいいんだけど、ミラーソードとコーンフィールドコアともいいんだけど、見た目で、おっせえな、バカが、遅いんだよバカタレ。クソ遅くて嫌になるわ。ちなみにこれに破壊って言われたらマジで終わる。よし、バニシングレニアス取った。あ、俺レッドアターズバニシングレニアスの効果なに。あ、モンスター効果無効。いや、それはいいよ、それはね別にね。いや、これ多分ね、これ破壊打たなくてもいいんじゃないかな。これ着地狩りされなければとりあえずスルーでいいです。破壊されないんで、ファントムビベルはユベルを破壊してなんか出てくるよみたいな効果なので、まあそれはねそんなにですね、これをだから、ジー打って、穴は、ミラーソードに打ちたいですね。ミラーソードナイトが、やっぱ結局、こっちのモンスターの方が無効にしてくるんで、フィールド上のね。あいつは一番うざいんですよ。だから、あそこを無効にさせてもろって、墓穴ぶち込んで。で、はい。で、ユベル、出てきました。エフェクトベーラー、一番いらない。最もいらん、マジで。このデッキトップ2枚、なんでこういうこと起きるかな。さっき来いや、バカ誰が。墓穴効果で、一応一旦ミラーソード効果発動して、これ除外したはずなんでね、これ先に墓穴打っとかないとこれ無効になんないんでね。でミラーソードを除外していく。そしてレイドラプターズストラングルレイニアスの効果を発動。やめ属性モンスターはそんなやつダメ、特殊召喚していく。あや属性カードはキマイラフュージョンなんで、あー、オッケーです。これは結構やばいぞ。ガーディアンキマイラが出てきて、これマジでこれ次のターンのブレームバーチャーとか引いたらワンチャンか。ブレームあったらワンある。ブレーム引いてレイドラプターズランク4したらこれワンチャンある、マジで。ブレーム、ブレームデッキトップ、ブレームデッキトップ、ブレームは結構ある、これマジで。これガーディアンキマイラね、オッケー。でキマイラ爆弾する。で、あ、ウララ来た。あ、これウララはある、マジで。これも、これもある。これ、これ一番強いかもしれない。なんならなんなら一番強い、来た。なんなら一番強いまで、これ来た。これギミックガイカード、レイドラプターズ春ウララの効果によって相手のガーディアンキマイラを無効にしていく。やばい、これは来たぞ。いや、これもう妨害ねえから、あとこれ普通にさ、いつも通り展開していいと思うんだよな。あとコンフィールドのなんか対象に取ってきたらなんか無効にして破壊するみたいな効果あるだけなんで、基本的にはだ かなりこれ強いと言っていいですね。はい、でこれはなんだこれ、ナノチェン、あ、ミラソード、あ、それ無効、それ無効です。黙りなさい、黙りなさい、だーまーれ、オッケー。で、レイダーズナイト効果発動。ランクアップ、エクシーズチェンジ、現れよ、レイドラプターズ、ブレイブストリックス。そして、ブレイブストリックスのモンスター効果を発動。オーバーレビットを1つ使って、ランクアップマジックカードを1枚を手札に加えることができる。
これマジランクアップマジックサーチできるのマジ熱すぎんだよなこれ。そしてランクアップマジックスキップフォースを発動。スキップフォースの効果によってレイドラプターズブレイブフォースをランク2アップ、ランクアップエクシェードチェンジ。レイドラプターズアーサルファルコン、アーサルファルコンのモンスター効果発動。このカードのオーバーリミットを1つ使ってデッキからレイドラプターズモンスターや超獣族モンスター対応特殊召喚。これあの結界像が生きてる頃はこれ結界像特殊召喚してましたねなんかあのなんかレップの結界像みたいなの出してましたね。そしてレイドラプターズストラングルレイニアスを特殊召喚し、ストラングルレイニアスのモンスター効果、エクシーズモンスターを空に持っているためアーセナルファルコンが自分の墓地からレイドラプターズモンスター一体を特殊召喚することができる。そしてアーセナル巻き込んでリンク召喚だな。現れろレイドラプターズワイズストリックス。ストリックスってどういう意味なんだろう、フクロウって意味なんかな、ちょっとわかんないけど、これさ、英語に詳しい方教えてください。これなんかストリックスってめっちゃついてるじゃないですか、レイドラプターズって。これストリックスってのがフクロウみたいな意味なんですかね、わかりませんけど、まあどっちもいいか。でレイドラプターズアルティメットファルコン、かっこいい。そしてアルティメットファルコンのモンスター効果を適用させることによって、特殊召喚、はい、これはまあ結構正直どれでもいいみたいな話ある。まあ正直どれでもいい。でレイドラプターズワイズストリックスの効果によってライズランクアップマジックレイドラプターズフォースをセット、そしてアルティメットファルコンの効果を発動。オーバーリミットを一つ使って、てめえもう効果は使うな、このターン。てめえはもうこのターン効果は使えねえ。そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。レイドラプターズフォースストリックスランク4、ランク4。あの黒崎さんってエクシーズ召喚するときものすごい貯めるんですよね、ランク4みたいなかっこいいんですよね、それが。はい、レイダーズウィングある、はい、シムルグ持ってきますか。何でもいいなこれ、これでもいいわ。そして自分の墓地に存在するミミクリーレイニアスのモンスター効果を発動。ミミクリーレイニアスのモンスター効果によってレイドラプターズルーストを手札に加える。そしてレイドラプターズルーストを発動。さらに、ファジーレイニアスを手札から特殊召喚。そしてレイダーズ、レイダーズウィングの効果を発動。オーバーリフトを1つ使ってこのカードを手札から特殊召喚。そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシェンス召喚、ラッキャン、レイドラプターズフォースストリックス。そしてルーストの効果発動。ルーストの効果によってデッキからグロリアスブライトを手札に加え、さらにレイドラプターズフォースストリックスのモンスター効果を発動。オーバーリフトを1つ使い手札に、ブルームバラチャーを加え、さらにファジーレイニアスのモンスター効果、ファジーレイニアスによって、さらにファジーレイニアスを手札に加えていく。さらにランク4が可能って寸法よ、これによってね。そしてライズランクアップマジックレイドラプターズフォースを発動。フォースストリックス一体を対象に取り自分の墓地から素材を供給しエクシーズ召喚を行う。ウォーラッキャップエクシーズチェンジ、ラック13レイドラプターズライジングリベリオンファルコン効果発動。うわスメディアム育成アルティメットグロリアスブライト強すぎバトルフェイスやばいマジで。このさリベリオンファルコン豪快すぎて本当に好き。うわな手数が出そうなハンドではあるけどなこれ。うわやばいデッキきたー激ヤバデッキきたー激クソ激ヤバデッキきたー、ケルト効果きたー、特殊召喚きっちゃ暗黒界の踏み殿、はい踏み殿効果、はい。いやこれはちょっと長そうですね。とりあえずトイレ行ってきていいですか。暗黒界のやばいところはさ、これワンチャンさなんか展開ミスってなんかサレンダーとかするかもしれないからさ、なんか最後まで見とかないといけないんだよこれ。マジで鬱陶しいわ本当にね。このデッキほどね人を不快にさせるデッキはね基本的にないね、あんまり。え、なんかちょっと待って、なんか激キモモンスターなんか送りつけられてるね俺。だってこれさやばい、こいつあれじゃん、あの次世代のなんか超マジだとか言われてるやつよこれ。このカードがモンスターゾーンに存在するから自分は DDD モンスターしか特殊召喚できない。やばいやばい、え、これ次世代のこれ超マジイードとさ、なんか何でしたっけ、ギミックマメとナイトメアが禁止になった結果、なんかそのバイスデクイム送りつけたらええみたいな話になってるんじゃないのこれ。うわ、キメえマジ。
悲鳴マジでこれもしかしてバレルソードくんさあ、これあれですか、自爆特攻しようとしたバイスレクイエムを守備表示にしようとしてますこれやばい、ちょっと待って、バイスレクイエムを一旦どかさないといけんねな。まずこれを魂のバトルフェイス、うわバイスレクイエム、お前邪魔だからどっか行ってくれ頼む。ちょっとこいつにと DDT しか出せなくなるから、おい、いやもうシャチをデスマキナ入れろってこと、これシャチをデスマキナ入れろってことですか、これちょっと無理ですね。それエクストラ余ってないんですよね。いやまあ隙はあるけどな、ギミックポイントナイトメアと超魔人緑よりはマシだけど、やってることは変わってないで、依然としてカス